あるわさ、おかしな夢から目覚めるとちょっと大きな長老になってた。あれ、ちょっと毛深くなったかな。それになんか周りが暗いような。これってもしかして長老に丸み込まされたこと。すごい、ドリちゃん、ドリちゃん。ちょどうした、え、なんか 丸込みされた、丸飲みされたの。丸飲みされたってこと、うん、え、あれ長老どうした。違うよ、僕だよ、僕。長老やのに声は春ちゃん。え、しかもいつもよりちょっと大きい。え、丸飲みされた。違う、丸飲みなんかせん。丸飲みされてないの。え、ちょっと待って、冷めるわ、なんか。はぁ、なんでがっかりしとんのじゃ。え、じゃあ朝目覚めたら長老になってたってこと？あ、これじゃあ幽体離脱。3、2、1、テテレーテッテテーテレテテーレテテレテ。はい長老、はい、これくらいしかできないからね。ちょっと何の曲かわからんし、君何を言うてはんのかな。ほんとさ、宝くじ3と当たったくらいの時ぐらいしか受からしくないよね。浮からしくないと初めて聞いたんですけど。この後二人の長老は芸人としてコンビを組んだとさ、という小説のタイトル思い出せないんだけど、何だったっけ。知らん。っていうことです。どういうことやねん。チャンネル登録よろしくね。